どうもなおちんです。本日もドラゴンボールカカロットスイッチ版やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあレベル300マックスまで上がりました。ベジータも悟空も両方とも300なので、ポタラで変身すると300のベジットが出来上がります。はい、まあ、ちなみに悟空たちのバトルポイントはこれぐらいです。1、10、100、1000万、10万よ。2500万。だね。ベジータが、2360万。やっぱり悟空の方が若干高いんだね。うん。まあ、それにしてもご飯の弱さよ。ご飯弱いんだよな。はい。まあ、とりあえず、今日は強敵と戦っていきます。強敵何かっていうと、ベジットです。はい。確かね、ゴテンクスと一緒に出てきた気がするんだよね。はい。それでは、レベルマックスのベジットで、どれぐらい簡単に倒すことができるのでしょう。いくぞ。ブルーで戦っても全然余裕だと思うんだけど。いくぞ。じゃあ、あ、やっぱりそこまでは減らしきれない。おっと、おい、ダメージもね、しっかり受けるので、やっぱり、やるよ。お、強い、この敵は。うん、強いんだけども、知れてるか。おお、同じような攻撃をしやがって、本当に、カメハメハ。避けるね。やるよ。これ結構ね、避けられない自信があったんだけども、避ける。あいって。ちょっと待て待て待て。ちょっと待て、ちょっと立て直しましょう。え、攻撃思いっきりやってるんだけどね、なんか横から入れられたのかな。よし。ちょっとベジット、オッケー、倒した。あとゴテンクスだけ。本気で行く。行くぞ。あ、やっぱヒートアップすると強えな。ヒートアップするとめちゃくちゃ強え。おお、わお。はいはいはい。強っ。とんでもない動きするな。おお、強え。もっと本気でやってほしいな。むちゃくちゃ強い。いやー、これがね、普通のねストーリーモードの時に変身がねあんまりできないんだよね。それが残念。うん、まあなんか特別にねベジットで行かせてもらえればいいんだけども、どうしても悟空とベジータがパーティーにいないとできないんだよ。残念です。うん、最初からできてればビルス様とかねウィスさんともいい戦いがねできるはずなんだよね。でもちょっとそれは難しいみたいです。残念。はい、とりあえずですね、レベルマックスまで上がりました。あと他のやつらご飯とかクリリンとかピッコロとかはまだ300までなってないので、まあこの後放置してちょっとレベルを上げときたいと思います。全員300まではねやりましょう。はい、ということで今日はレベル300になったベジットで最強の敵ベジットと戦ってみました。余裕です。これがねビルス様とできればいいんだけどね、それができないのでちょっと残念です。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。